これもちょっと声が聞こえたんよ。随分ほったらかしなんですよね。ほったらかしの声が聞こえたんだけど、物はいいんだよ。これはあれなんですよ、ベニシタンって言ってね。これはベニシタンってこんなでかいから、この葉っぱでかいの。いや、そんなことない。ちょうどたまたまこれあれだね、ちょっと半日陰になってたんだよね。あ、結局枝いっぱいあったの、うん、でさっき剪定したのこれ、うん、そしたらさ、これ日当たらんとここういう大きくなるんだよね。うん、だけどこれではね、何のことないんですよね。でこれはさ、こうやってこれはね、今真っ赤な実がつくんだけ ど、これは綺麗なピンクの花がついて、うん、これ赤い実がびっちりつくの、うん、そしてあの木が古くなるとここが真っ白になる。これはね、ブナの木みたいな白くなるんだよ。うん、花も実も綺麗でね、人気はあるんだけど、なかなかこれだけ太くなってね、うん、鉢で作るっていうのは大変なの、うん、お庭に植えたらなんぼでもでかくなる、バーッと。だけど鉢にまたそれをしようとしたら、うん、またちょっと何年もかかるわけ。あ、だからこんな太いの見たことない、うん、どっちにしてもね、これだけの太さでもってこの鉢に入ってるのはね、うん、貴重な種類、貴重な種類なの、うん、それでちょっとこれ、ね、なんか立派そうな鉢だけどね。いや、いい鉢だよ、いい鉢だけど、こういう割れたからと思うんだろう、うん、これ割れるっていうよりもね、うん、まあ欠けたんだね、うん、これはですね、これ全部今みんなバラすからね、こういうのこれ全部取るでしょ。これ取っちゃう、まずね取って、また例のごとく取りに行くのめんどくさいからこれでやるわ。あ、そうか、万能バサミ、何でもできるの。これ一つあればうちの万能バサミ。これはね、今ちょっと丸い鉢に植える予定なの。それでこういう感じに植えたいんです。うん、こうでなくて、うん、要するにこうもっと斜めにする。こういう吹き流し、うん、こういう流れにするの。うん、ここでストップね。うん、それでここでこうふわっと上から見たら一望できるようにするんですよ、うん、影ができないように。なるほど。ただ全部実が綺麗に見えるしね。うん、そうだね、うん、花も綺麗に見えるもん、うん、たまにね、これはあれなんですよ、ネジ花の球根なんだよ。そうかい、うん、飛んできてるの。これはね、種落ちるでしょ、うん、ただね、この子はこのネジ花って言うんだけど、それはね、蘭の仲間なの、うん、だからその自分のね、好きなとこでないとね、種で芽が出ないの。これ何、これ何さ、これどれ、これ本体の根が浮いたやつです。このなんか芽みたいな、どれ、これこれは草です、これは草です、完全な草です。これはこれいいね、出てきたでしょ、これ、うん、これね、こういうのはいりませんからね。それでどっち、これでね、あの木としてはね、こっちかこっちなんだわ、あの正面に決めるの。それでね、こう流れ的にはこう前、人間の方にこう向いてくるんでね、うん、やっぱりこっち正面なの。うん、だからこっち正面だ、この根がちょっとね、こっちから見えないけどね、うん、まあこっちから見る木ではないからね、向こうに逃げてるでしょ、うん、これね、そうだね、それやっぱり正面に並んでね、こっち、ここ正面にしてもこの辺はチラチラ見えるからね、うん、ここにもいい粘りこれあるしね、うん、まあどっちにしてもね、粘りいいからね、これ丸い鉢に入れてね、あの自分で好きな方から見ればいいんだわ、うんうん、丸いやつはいいんだ、どこでも自分で好みで見れるから。こういう浮き根は先に取っとくと、うん、こういうやつね、前にやったでしょ、うん、こういうの早く取っとかないとね、後でえばってきたらね、ちょっと見にくいやつは小さいうちに処分しとかないとさ、うん、大きくなってからだらちょっと治らないんだ。これね、小さいうちだら何のことないから、こんなの取ったって、うん、大きくガーッと出たやつバチンってやると、うん、ギュッと上まで枯れる時あるからね。これはステーキを切るナタ、見たことねえべ、ステーキを切るナタなんて。いや、ステーキにナタ使わないよ。
いやうちらはね安いステーキしか買えないからね。いや牛一頭ぐらい砂漠にならなた使うかもしれないけどいやもうね 100g50円ぐらいの肉しか食わないからね硬いやつだからこれでやらないと取れないこれは実を言うとこういうためにね、うん、買ったんだ、うん、本当はいや切れるわ本当に今までやったのはさあれは薪割りだからちゃんとこういうものあるのに使えばいいのにさ使わないでさすぐ隣にある薪割りのなったとやっちゃうからダメなこれねあの他の根に負担かけないでいいでしょ、うんうん、ただこういう切れるもんでなきゃダメだよ、うん、これ素晴らしく切れるでしょこれ切れるよなんで今までこれ使わなかったこんな素晴らしいのあるのに出汁を示して出汁を示していつも見せびらかしたいつも見せびらかしたがってるのにこれはねあの松でないからねやっぱりちょっとあの色がついた鉢の方がね、うん綺麗に見えるねこっち側にピタッとふっつけてなるほどこういう感じこれでいこう、うん、ね早く やればやるほど切り口がね、うん、かぶるからこういうハサミとこういうハサミとあるの、うん、でこれはここ平らでしょ、うん、これはちょっとこう膨らんでるでしょ、うん、そうするとねこれをこれでやると、うん、クイッと入ってくる感じするんで、うん、あの傷口が早く塞がるね、うんこういうやつねこれですこれねちょっと切れないかなこういうんですパッとこういう感じね、こういう感じなんですここももうちょっとえぐっときゃいかってけどちょっとかぶってきてるからねそれでちょっとそういうの気になるとこをこれでねちょっとまあこういうとこねこういう感じですこういう感じですこの木はですね、完成ね、完成するのはおそらく見せれないな。そうかい。うん。もう、店に出したらすぐ売れちゃうってやつ。これは。これ、知名度なかったら売れないけどね。幼い木しかないよね。うん、幼い木しかないの。挿し木して2年目とかさ、うん、そういう木しかないからね、うん、大きくなるまでに残ってないもんね大きくなるまでに残ってないだからこのお父さんだってさ俺のとこから何年か前に持ってってさ、うん、大事に大事にこうやって作ったんだよ、うん、これ今ね針金のねこう下から通すんでね、うん、ちょっと乱暴なようだけど根はいいからね、うん、多少のことはこれ私のところに来るとねみんなね覚悟してね少し荒療治されるからねそんなことだけど気には分かんないでしょうんいやー分かれてねえかなみんなあそうかいこの親父のとこ来たらちょっと少し腹くくってやらないと大変だぞっちって気には有名人かい気には有名人だよこれ下に柄入れちゃうとね、浮くんでね、穴2つで横に穴がゴロッと開いてるんでねあれしなくていいですから柄入れないで後でこうでしょこれでカチッとこう入るでしょああこっちを添えるためねうんそうそれでこれはですねちょっとあんまり出したくないんで、ここにちょっと小さい穴開けたんですよ、こういう感じでなるほど、それでこれでこう引っ張り出してねまあ見えてもいいんだけどさ見えない方がいいじゃん、それでこういう感じなんですこれでなるほどねそれでちょっとここじゃねこういうの一列さっとこう入れて、はい、それでこの横もちょっとこう空いてるところちょっとこう入れてやって
くでしょ。あとはちょっと軽く流し込んで、うん、下だけだからね、これ流し込んで。スペシャル、はい、来た。これやすしょ。ピンセットのケツでこう指もいいけどね、こういうので押してこれきちっとね。それはそういうためについてんだから。そういうためについてんだよこれ、うん、これはだって丸くなってでしょ、うん、これ鉢丸とくにこうやってやるためにつくんだけど、あまり使ったことない。やっぱりこれが一番いい。なるほどね。こういう感じでね、一応あのベニシタン、よっしゃー。